抱えた借金100万円だけどやる気は100万点、みんなの連帯保証人ペヤングチエコです。みんなピアチエって呼んでね。せーの、はい、これは録画ですので皆様の声は聞こえませんが、へいへい生えた時のペヤングチエコでございます。最近ですね、なんとうちのアナコンダフサコが気管支を痛めてしまっておりまして、練習中にとってもきつそうにしているんですよね。私はそれを風邪ひいてるふりして、男子メンバーにただチヤホヤされたいだけと思い、練習後フサコを呼び出し、フサコにきつめの嫌味を言ってやりました。その動画がこちらです。男子メンバーにかわいそうって思われたいからって嘘ついて、そんな病弱なふりしてると。そんなことないわ。本当に風邪ひいてると。二人で歌ってるのに、正直あんたがこのタイミングで風邪ひくなんてプロ根性に欠けてると思った。これじゃ千恵子にソロで取られても仕方ないね。体調管理もレッスンのうちよ。じゃあね。真相は謎のままなんですけれども、とにかくふさこはとても歌うのがきついみたいです。私はふさこに男子メンバーの前で優しく声をかけました。ふさこ大丈夫、心配せんでいいが、本番までまだあるからゆっくり直して一緒に歌おう。男子メンバーの前ではそう言いましたが、裏ではふさこを呼び出し始末。そして私は心の中ではこう思っています。ふさこ、あんたしくじったわね。もう少しでへいへい生えただけのコンサートというのに、あんたがこのまま気管支を痛めていれば私がソロで歌うことができるわ。そしてソロのレッスンを行いました。その様子がこちらです。準備はできているのよ。ふさこ、あんた早く気管支を直しなさい。じゃないと私がソロで目立つことになるのよ。それでもいいの？あなた歌いたいんでしょ？歌いたいなら早く直しなさい。そして